箱が新しくなったので新しい筆箱紹介をします。これは事務所の方から誕生日プレゼントでいただいたやつです。ありがとうございます。これはこういう感じのアピーチの筆箱で、こう全部が開くタイプなのですごい使いやすいです。で、あとこれだけじゃコンパスとかは入らないので、このケアベアのポーチを別に持ち歩いています。ではまずこっちから紹介していきたいと思います。はい、チャックを開けるとじゃーん、こんな感じになってます。浅くて広いので取り出しやすいです。で、下まで結構全部見えます。で、この筆箱に変えるためにペンの数を5、6本減らしました。なので結構厳選されてます。これはベイ、この蓋の側のこっちの方にはこのネットのポケットみたいのもついてるので、定規とか付箋とか入れられてすごい便利です。で、結構ちょうどいいサイズで、このペンの長さと、あとここちょっとだけ空いてるので消しゴムとか、あとテープのりとかを入れるスペースがあってすごいいいです。では中身を紹介します。まずは消しゴム、モノの消しゴム2個です。消しゴムをよくなくすことが多いのでこの2つを持ってます。で、こちらは視聴者さんからいただいたものです。ありがとうございます。で、こちらテープのりは100均のテープのりなんですけど、学校によるかもしれないんですけど結構プリントが配られるので、それをノートに貼るためにテープのりは必需品です。こちら視聴者さんからいただいたラプンツェルの付箋です。これは結構サイズもちょうど良さそうだなと思ってこれを入れてます。袋のまんま入れとくと使いづらいんですけど、袋を開けた状態で入れるとすぐ黒くなっちゃって悲しい感じになるので袋に入れてます。この大きさのタイプはそこまで頻繁には使わなくて、テストの範囲とかを貼りたい時とかだけなので、まあ、その時は出してます。で、その代わりによく使う付箋がこちらです。あ、これも視聴者さんからいただいたものです。ありがとうございます。このサイズのやつはよくテスト範囲を貼ったり、あと今の範囲を教科書とかで開きやすくするためにこれを貼ったり、いろいろ使ってます。次はこちらの定規です。この定規はここに5ミリずつのマス目もあって、縦にもあるのでまっすぐ線が引きやすいのと、メモリがすごい見やすくて、で、ここ滑り止めもついてるのでシュッて引いてる途中に滑ったりしなくてすごいいいです。これは普通にコンビニとかでも売ってるし、文房具屋さんとかいろんなところで売ってます。ペンを紹介します。マーカー系は残してペンだけ出します。だいぶ減りましたね。これ全部サラサです。ミルクピンク、ミルクブルー、ミルクグリーン、ミルクパープル、蛍光ピンク、あとこれは赤、青、黒、オレンジのよく使う色を4色入ってるやつなんですけど、オレンジは切れてて黒はもうちょっとで切れます。で、あとこれはジュースのオレンジのペンです。暗記のところとか穴埋めを埋めるのに使ってます。赤シートで隠れるペンです。次マーカー系いきます。で、こっちの方が多い。種類別にいきます。で、まずこれは1個だけなんですけど、プロパス、なんか読めないんですけど、これの紫です。薄い紫が他のペンでなくて、これが薄い紫なのでこれを持ってます。で、マイルドライナーは5本持ってます。マイルドサマーグリーン、マイルドコーラルピンク、マイルドレモンイエローインク、マイルドフューシャ、マイルドシアンインクです。この2本は2本セットで100均で売ってる4色蛍光ペンが入ったやつなんですけど、これ結構どこにでも売ってます。4色2本に入ってて、で、2本で100円なんですけど、だいぶ長く使ってるんですけど全然インクがなくならなくてすごいいいです。ツインカラーマーカーみたいな感じの名前だったと思います。次はじゃん、こちらラメ入りマーカーキラリッチピンクで、これは目立たせたい時とかキラキラさせたい時に使います。これは文房具屋さんで買えます。で、最後はこちらプレイカラー K 桜色、細いので細かいところにちょっとメモする時とかに使います。こっちがすっごい細い。で、最後シャーペンです。クルトガのグリップ付きの
スヌーピーのペンを使ってます。写真はクルトガの 2.5 の HB を使ってます。シャーペンは全部何本入れても黒だし、結局1本しか使わないから1本しか入れてないんですけど、その代わりにペンをいっぱい入れてます。テストの時はまた別のもっとちっちゃい筆箱を持ってって、シャーペン5本とか消しゴム2個とか入れてます。では、アピーチのペンポーチの方は以上です。次、ケアベアのポーチの方を紹介します。まず、じゃん、これは事務所の方に誕生日プレゼントでいただいたアピーチの付箋です。まだ学校行ってないので使ってないんですけど、これ入れてます。じゃん、ラプンツェルとアリエルとアリスのメモです。キディランドで買いました。次はじゃん、こちらマステです。どんな時に使うか忘れたけど結構よく使うのでマステは入れてます。で、結構ここにホコリが溜まりやすいのでジッパーの中に入れてます。で、白と薄紫です。次はじゃん、エイリアンの修正テープです。これは雑貨屋さんで買いました。で、次がじゃん、フライングタイガーで買ったなんかネズミなんだかよくわかんない、なんか細長い動物のハサミです。ハサミは結構使うんですけど、プリントが大きくてギリ貼れない時とかに切ったり、これ切って貼ってくださいみたいな線が引いてあるプリントとかをシャーって切って貼ったりとかしてます。で、最後はじゃん、コンパスです。コンパスはやっぱいきなり数学の授業とかで使ったりとかもするので入れてます。小学校の時にもらったやつなんですけど、ずっと同じの使ってます。はい、中身は以上です。最近コメントで、これから中学生になるんですけど、それに向けて最低限どんな文房具を準備したらいいんですかみたいなコメントが結構来るんですけど、私が新学期いきなり必要だったのは定規とシャーペンと消しゴムとのりと赤青黒のペン、あと結構シャーペンはよく使うのでシャーシンは入れといた方がいいと思います。で、新学期はマッキーみたいな油性ペンが教科書の裏に名前書いたりするのにすごい必要なので、新学期はそれを入れといた方がいいと思います。最初の方はめっちゃ使うので入れといた方がいいです。最低限はそれなんですけど、あとあった方が便利なのはオレンジのペンと付箋とメモです。あ、修正テープもあった方がいいかもしれない。あとは単元によるけど、コンパスも結構最初の方の単元で使います。あ、学校によるかもしれないけど。はい、今の私の筆箱はこんな感じです。もう増やしません。で、今回はだいぶペンが取り出しやすくなったので、ママ先生の授業についていけるかどうかやっていきたいと思います。よし、何の授業ですか？数学。はい、皆さんどうもこんにちは。今日は YouTuber の挨拶みたい。あ、そっか、やめますはい、こんにちは。今日は図形やっていくよ。コンパスと定規出しておいてください。で、今日は、教科書56ページ、そこの上から3行目、そこ大事だからペンでちょっと目立たせといてね。はい、作図の条件ね。はい、それをもとにやっていきます。はい、今日は、基礎となる三角形をまず鉛筆で書いてもらいます。3センチ、3センチ、3センチの正方形書いてみてください。正方形？正三角形を書いてみてください。正三角形の、もうこれは簡単ですね。それできました。まだです、まだです、まだです。どうかな、できましたか？はい、できました。はい、そうしたら三角形、はい、これね、便利やな、これね、これね、垂直に引けるからね。そこが今度の、1週間後のテスト範囲になるので、メモを書いておくように。その時に必要なものは定規とシャーペン、消しゴム、コンパス。コンパス忘れないようにね。前回コンパス忘れて困ってる子いたからね。いいですね。
持ってくるもの忘れないように。はい、じゃあ今日の授業は以上です。はい、ありがとうございますね。どうですか、間に合いましたか？はい、間に合ったんですけど、コンパスを間違えてコンパンって書いちゃいました。あ、コンパンではいけませんね。はい、コンパン、はい、すごい取り出しやすい。前はもう、うわーみたいな感じだったけど、ガシャ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 。そう、今回はもうね、音もあまり立てずにすんなりみたいな感じことができます。3学期はこのセットで過ごしていきたいと思います。以上、私の筆箱の中身の紹介でした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てねー。